エリカ・ビー・ライトは、エリカ・バドゥの名で知られるアメリカ合衆国テキサス州、ダラス出身のミュージシャン。ヒップホップや R&B にジャズを融合させた、スタイル、ネオ・ソウルで知られている。アリカ・バドゥ映画を学ぶために、ルイジアナ州の歴史的黒人大学である、グランブリング州立大学に通った。その後完全に音楽へ集中するために大学を辞め、 サウスガラス文化センターで子供に演劇、ダンスを教えたりと、いくつか仕事を掛け持ちした。1997年2月にデビューアルバム、バドゥイズム発表。全米2位の大ヒットとなり、第40回グラミー賞や、ソウルトレインミュージックアワードの R&B、ソウルアルバム部門等を受賞する。 2004年から2005年にかけて、日本の歌手のミーシャとコラボレートし、エブリシングをカバーしたり、ミーシャのアルバム、マーズローゼスに参加。また、愛知万博で、ジョイントライブを行った。2006年には、ブラックアイドピーズのウィルアイアムと共に、セルジオメンデスのアルバム、タイムレスへの楽曲提供を行った。また、音楽のみならずく俳優として、サイダーハウスルールや、 ブルース・ブラザース2000などの映画にも出演している。2010年には5作目のアルバム、ニュー、アメリカパート2をリリースし、批評家から絶賛を受けた。アリカ、バドゥのパフォーマンスエリーカ・バドゥの音楽は、マックスウェルやディアンジェロラと共に、ネオソウルと呼ばれることもあり、詩の面では、ビリー・ホリデーに例えられることがある。またルーツロックのバーニング・スピアと共演するなど、 音楽的バックグラウンドは非常に豊富である。都会的感性で極めて深い自己内面や世の中の不条理を歌ったエリカ・バドゥの詩は聴く者に感情的な葛藤をもたらすことが多いとされる。ライブでのアリカ・バドゥ1998年にアウトキャストのアンドレ3000ンンとの間に息子が生まれている。また2005年にはラッパーのザ・ DOC との間に 娘が生まれたと報道された。2009年には、ラッパーの J ・エレクトロニカとの間に、娘が生まれた。2010年、ミュージックビデオの撮影で、ジョニー・ F ・ケネディが1963年に暗殺された、現場で全裸になるという内容の撮影を行い、ダラス警察から訴追された。故郷のサウスダラスでは、 貧困家庭などの子供たちにもチャンスを与えるための事前団体を作った。音楽、ダンス、映画、ビジュアルアートを通して、インナーシティ地域の子供や若者の能力を開発させていく趣旨を持った非営利団体である。ありがとうございます。